写真拡大、全2枚。楽天が7日、首位攻防となったソフトバンク10回戦、楽天生命パークに7対4で逆転勝ちし、再びパ・リーグ1位に並んだ。1番、遊撃で先発したドラフト1位、ショー・深田博人。ヒロト内野手、24、大阪ガスが7回、右中間に逆転の 2.3 塁打を放ち、勝利に貢献した。低いライナーが右中間を割る。故、深田が50メートル走、5秒9の快速を飛ばして、3塁を陥れた。楽天ベンチは大騒ぎだ。必死に食らいつきました。バットの芯に当たって手応えは良かったです。全力で走りました。打てて最高です。1点を追う7回1-1、3塁。東浜の7球目142キロの甘く入ったシンカーをコンパクトに振り抜いた。値千金の逆転 2.3 塁打。さらにロメロのスリーランにつながり勝利を引き寄せた。1番打者として10試合連続出場。1回先頭で遊撃内野安打を放ち、連続試合安打を8に伸ばした。168センチ、69キロの小兵だが、走攻守に高い身体能力で頭角を現してきた。大学時代は当てるだけの打撃で、それでは上に行けないと言われ、社会人に入る前からしっかり振るようになりました。プロ入り後は金森、鉄平両打撃コーチのアドバイスを受け、バットを内側から出すように振り込んできた。一時は2割を切っていた打率も284。背番号0に登場曲のヒーロー安室奈美恵も馴染んできた。8盗塁はチーム1位でリーグ4位。俊足を裏付けるように併殺打は1本もない。目に見えない貢献度が高く、出塁すると大きなリードで牽制、牽制球を多く投げさせ、相手バッテリーにプレッシャーをかける。ルーキーの一撃でチームは首位に並んだ。三木監督は見事なタイムリーと絶賛し、故深田といえば安定した守備と走力の印象だが、打撃はセンター球眼も良くて小柄ながら力強いと目を細めた。小さな切り込み隊長が打線を引っ張る。広岡浩二